はいはい、テナはどうですか。テナのはどうでしたか。最初のね、はい、前回まあ最初頑張ってくれた、しっかりね、おかげさまです得点はちょっと短期でしたし、なかなかそうですね、こんなレースでしょうか。ちゃんとしたレースできなかったんですけど、だいぶ状態は、復帰の四日市の時も初日ちゃんとスタートで四日市はい、だいぶ前ですね、すみません、去年の時ごめんなさいね、すみませんなのでその時も思ったより走れたというような感じを始めた、ね、まあ、あの時はなんかちょっといっぱいいっぱいの感じで、まあ今も全然余裕を持ってはできているし、まあ焦りがないかな、バタバタしたまたね、独占スタート定着ですし、まあ、ちょっと2場所飛んでしまったので、あるんですけど、まあ、状態自体は悪くないので、きっちり展開が向いたら、はいはい、野賀さん、4位っていう感じですね。はい、こういったら、ね、S 拠点か。まあそうですね、失格さえしなくて、ずっと失格で取れてないんで。松坂ね、あの1月取られた時も決勝に乗っていらっしゃるので、そうですね、あの時もまあ状態は良かったんで、はい、松坂自体のイメージもいいので、はい、